こんにちは、ルナです。今日は久しぶりに3日間の食事をとっていこうと思います。福岡なんですけど、福岡でたくさん美味しいものを食べるので、ご飯特集ということで3泊4日するので、取れるだけっていうか食べるものを全部をお見せしたいと思います。はい、美味しいものいっぱい食べるので最後まで見ていってください。では早速スタート。はい、中洲にご飯食べに来ました。日本海庄屋っていう居酒屋さんに行きます。ねんねんですって言って恥ずかしいの。乾杯。ビールをいただきます。キンキン、美味しい。福岡といえばもつ鍋とごまさばとイカ、それを頼みました。あとは一口餃子。一口餃子も福岡で有名だよね。レンレン、こちらのお店です。本日はいっぱい食べていこうと思います。福岡初ご飯いただきます。うん、うん、おいしい、超おいしい。もつ鍋来ました。なんか珍しい山芋が入ってるもつ鍋に。すごい、動いてる動いてる動いてる、まだ動いてます。うん、美味しい。なんて言ったって醤油がおいしい。福岡の醤油はマジで甘くてめっちゃ美味しい。ルナさ、レンレンぐらいの年の時イカ好きすぎて一人で一個食べよったぐらい。イカとエビ。このごまさばがマジで美味しい。ごまさば食べます。ごまさばが福岡名物。福岡ってさ甘いもの多くない？めっちゃ美味しい。はい、もつ鍋できました。高いところ、うん、うんうん、もつもプリプリ、うん、ちょっといい山芋、にも色も置いてるよ。うんうん、サザエのお作りとエビちゃん。全然噛むとらしい。エビとあのプチプチのやつ、うん、ここマジ好き、これ。食べきらんとかそういうの。うん。美味しい。みんなもリセット落としてて何となくわからん。サラダ巻き的なね。え、むず。めっちゃ力いる、これ。むずい。無理だわ。レモンチューハーイ。すごいね。ありがとう。おいしいおいしい。ちゃんぽん麺。このね、もうもつ鍋のちゃんぽん麺一番おいしい。好き。さっきのお作りのイカの天ぷらが来ました。タコス買いに来たらしい。タコス買いました。なんかママが好きな中洲のタコス。シーシャ来てます。ミクです。飲み終わりに宝天食堂に来ました。友達のお店に飲み行くだけど、ご飯持って行きます。酔いすぎてよくわかんない。ここのね、つけ麺を出前して友達のお店に行きたいと思います。宝天食堂。ここラーメン取れないんですけど、ここで今日はお昼食べます。客式に来ました。昨日カメラをバーに忘れてきたので携帯で撮ります。
さっぱりで美味しいです。牡蠣来ました。めっちゃ大きい牡蠣来た。博識は本当予約が取れないから、私たち今夕方の5時ですけど、もうご飯食べてます。ごまさば、うん、おいしい。2杯目クーネル遊ぶって書いてある。ジャスミン茶割り、うん、ちゃんと濃くて美味しい。うどん、うん、さっぱりで美味しい。わあ、美味しそう。めっちゃいい匂いだね。つやつや、キラキラ。白ご飯来ました。絶対美味しい。これだけで。全然違う。うん、うまい。これで食べれるじゃん、ご飯いっぱい。うん。めっちゃ美味しい、やばい。今叫びたい。彼が美味しいと言ったキャラメルアイス2個目です。うなりに来ました。中学の友達たちと横の席になりました。みんなこの時間まで飲んでます。福岡はデフォルトらしい。いただきます。どう、美味しい？もうね、いつも豚骨一択。チューニングだけマジックミラー越しに勘弁して。やっぱラーメンの中で結構うなりトップクラスに好きかも。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。最高。みんなも来てください。このイカの塩辛が最高です。だって、うん、乾杯みんな。なんで？めっちゃ。はい、乾杯。入った。はい、ラーちゃんでーす。え、嘘。山芋鉄板美味しいです。映っとる？映っと。はい、つくねも来ました。だからか。はい、ありがとう。もうご飯食べ終わりました。パパがまだ飲みたそうにしてますけど、もう潰れそうです。